はいえー、と行動中心アプローチの皆さん、こんにちは。えーうん、今日はですね、えー、授業の方法の2回目ですねで、話し方をどう教えるかについてご紹介したいと思います。えー、この後はですね、3週間にわたって、えー、毎週1つずつ、教案を作っていただきたいと思いますので、えー、このシリーズのビデオとしては、あのー、今日録,音する、えー、録画する、多分五5本ぐらいになるかと思いますけど、こ,の、えー、これが最後になります。 はい、えー。さて、今日の目標は、えー、もうすでに制作済みの評価基準に合格できるような会話の授業を組み立てることができるということですね、えーで。先週はその文字を認識するための授業の例をご紹介しましたけど、えー、今日は会話の授業について、えー、ご紹介したいと思います。えー、まず最初に、えー、先週の復習なんですけど、第二言語習得では、 えー、つまり第二言語習得で皆さんに覚えておいてほしいことはですね、大量のインプットと少しのアウトプットです。つまりたくさん話したり書い、あ、すみません。<laughs> たくさん聞いたり読んだりして、まあ少しでもいいので書いたり話したりしましょうということですね。えー、それからなるべく現実の世界に近い状況で話せるように、えー、こういう実物教材、レアリアというものを、えー、 たくさん使うとといいと思い思ますでこの2つに注意しながら今日も実際の授業例を考えてみたいと思います。<laughs> はいえー、今日は会話の授業例ですね。えー、このコースではずっとあのツーリング用の地図を買うことができるっていう CDS の授業を例に、えー、考えていますけど今日は細かく分けた CDS の4番目ですね。レジでお金を払うことができる。これについてご紹介したいと思います。 はい、えー。じゃあ、ここからですね。えーえー、っと、4つの会話例をご紹介したいと思います。4つとも同じ場面ですけど、少しずつ違う会話ですね。で、特に皆さんに注意してほしいのは、どうやってたくさんのインプットをするかということ,ことですね。はい、えー。まず最初の例は、クレジットカードが使えないという例です。うん で、ここでは、えー、学習者はレジで支払いだけできればいいですね。で、普通の本屋さんだったら、その、金額はレジの機械に数字で、えー、示されますよね。1900円になりますっていうところですけど。えー、ですから、まあ、数字で見ればわかるので、1900円になりますは、まあ、まだわからなくても大丈夫です。はい。えー、ただですね、クレジットカードは使っていないっていうことは理解できないと、 じゃあ現金出さなきゃとかあるいは現金がないから帰るとかですねそういう行動に移ることができませんから、えー、まず最初にこの申し訳ありません、えー、これがお詫びの表現であるということは、えー、分かった方がいいですよねあるいは現金だけというこういう言葉そのどちらかは分かる必要があるんじゃないかと思いますねはい、えー、それから最後の100円のお釣りです ていうところもですね、えー、普通はまあ100円玉を見ればわかりますよね。2000円の現金を出して100円玉のお釣りが来れば、まあ、その意味はわかるので、ここもまあ日本語はわからなくても大丈夫です。はい次はクレジットカードで普通に支払いができるところですね。ここは金額の部分が変わっていますね。あと店員さんのはいというところも変わっています。はい、えー、3番目はですね、えー これ、お取り扱いしていないっていう、こういうですね、理解できない表現を聞いて、カードダメですかって、他の言葉で言って確認するっていう、そういう会話例ですね。はい。はい。えー、これは4番目、最後の例ですけど、えー、これは、えー、現金がなくて買えなかったっていう、そういう例ですね。はい。えー、では、ここからですね、えー、あのー、今の4つの会話を、 どうやってもっと大量にもっとたくさん聞かせることができるかということについてお話ししたいと思いますが、それは次のビデオでご覧ください。フィルミ電源。